コアホウドリは、ミズナギドリモークアホウドリカアホウドリ族に分類される、鳥類、北太平洋、カキは、ベーリング海やアラスカ湾、アリューシャン列島周辺にわたり、冬季になると、ハワイ諸島、クラディオン島、ミッドウェイ島で繁殖する。日本では、小笠原諸島の向島、向島の続島の向島鳥島、嫁島で繁殖が確認されている。 全長 80cm 翼海長 199cm 体重2.3から 2.8kg アホードリーより小さい私有動色で頭部から体の下面にかけては白く体うあつらは黒か死色の羽毛で覆われる目先から耳輪にかけて黒い腰から上おずつは白くてお歯の先は黒か死色翼うあつらは黒か死色で 翼仮面は白いが外縁は黒褐色で太く囲まれ一部にブチがある。くちばしの色彩はピンク色で、先端は青みがかった灰色。足はピンク色。本種の若鳥や幼鳥の灰色は成長とあまり変わらず、くちばしの色彩が灰色がかっているぐらいであり、種小名のイムタバリスも不変を意味する。ヒナは全身が先端が白い黒褐色の羽毛で覆われる。 繁殖期以外は海洋に生息する。植生は動物食で魚類、甲殻類、軟体動物などを食べる。集団繁殖地を形成する。11から12月に飛来して斜面にくぼみを掘って周囲を盛り上げたり、くぼみに小石や枯れ草を敷いた皿状の巣に12月のうちに1個の卵を産む。卵は単行褐色でどんたん近くには褐色の小淵が密にあり、 大きさは約10.16.8センチメートル。私有交代で放卵し、放卵期間は約65日。足は標識から42年間を生きた個体の例がある。2018年には最低67歳以上のメスがミッドウェイ島でひなを返した。このメスは1956年に推定5歳以上の時に放卵中に足輪をつけられた。 通常は求愛行動に数年を費やし、8から9歳でバンになるので、62歳をもっと上回ることも考えられる。このメスは2014から2015年の繁殖期にも産卵をしたが、2015年1月6日に卵が消失しているのが確認された。2016年においてもこのメスはヒナを返し、巣立ちまで育て上げた。この時点で推定65歳とされる。 推定66歳とされる2016年12月、現在、新たに放乱中である2018年1月にもミッドウェイ島の映像地に戻ってきた姿が映像に収められた。繁殖地として知られる小笠原諸島の向島族島の鳥島では、当初1976年2月に成長後はが発見され、ひなが1977年6月に確認された。ミッドウェイ島では、 空軍基地の電線や飛行機との衝突などにより生息数が減少している。また漁業による混沌などによる生息数の減少が懸念されている。絶滅危惧アイビーありがとうございます。